サマルスキー石は放射性を有する軌道類鉱石の一つであり、22O8 の蘇生を有するイットリウムサマルスキー石と 22O8 の蘇生を有するイッテルビウムサマルスキー石が含まれる。イットリウムサマルスキー石はまた、O4 という蘇生のものも存在する。このうち、イッテルビウムサマルスキー石は奇産であり、イットリウムサマルスキー石が最も普通であるため、 通常こちらを指してサマルスキー石と呼ぶ。またサマルスカイトとも呼ばれる。サマルスキー石の標本。新しい断面を露出させるために割られている。サマルスキー石はずんぐりとした角柱状の黒から高化色を呈する射方症、創水型の結晶として結晶化するが、通常は多形の塊として発見される。高濃度にウランを含有した資料は、 典型的なメトミクト鉱物であり、高褐色の土側に覆われて現れる。サマルスキー氏は、軌道類を含んだペグマタイ途中で、コロンバイト、ジルコン、モナズイシ、センウランコウ、エシキン石、ジテッコソウ、総長石、トパーズ、ベリル、ガーネット、シロウンモ及び、クロクモ母のような他の希少鉱物と共に存在する。サマルスキー氏は、ロシアのウラル山脈南部に位置する。 入り目に300の目安で算出され、1847年に初めて記述された。元素のサマリウムは、1879年にサマルスキー石から初めて単理された。サマルスキー石という名称は、ロシアの鉱座200人であったワシーリー・サマルビホベ別、大佐に由来しており、サマリウムの元素名はサマルスキー石に由来する。イッテルビウムサマルスキー石は、 アメリカのジェファーソン軍に流れる南プラット川のペグマタイト地帯で産出され2004年に初めて記述された。ありがとうございます。